10代僕たちに月曜日は来るのか。今日ちょっと遠いで。遠い？あ、こんにちは。こんばんは。あ、エルメです。たけしと申します。今日なんか遠い、ちょっといつもと多分見てる人もびっくりしてるけど、俺もちょっと今落ち着いてないな。セットも違う。はい、あ、よろしくお願いします。今日多分初め、今日だっけね、すごい気取ってるね。今日は第25回放送20代、僕たちに月曜日が来るのかっていうので、いつもやってるんですけど、こっちですよね、やってるんですけど、今日は事前にお伝えしていない、方も見ているし、多分伝わってる方も見ていると思うんですけど、一応緊急特番として、やっていきたいと思います。で、緊急特番っていうのは先日安保の方が、強行可決されたのがあって、ちょっとあれについて今ちょっと奔走しないとダメだろうっていう感じで、なりましたので、はい、です、あ、やっぱりそうだ、国で落ち着くね。あ、そう、で一人より。で、そうで、今日は今日たけし君、はい、たけしです。ちょっとこれマイクあれかぶっちゃってるから、あ、俺持つよ。あ、そう、たけしと申します。はいはい、友達をね、たけしをね、今日ね、呼んでいて、今日はたけしをね、文学が、そうですね、ずっと文学、大学で文学部を専攻してて、それで大学院まで行って、まあ、今普通に会社員になってるんですけど、はい。何やってたんだっけ、修士研究ちゃん。修士では谷崎潤一郎っていう人の、まあ、足利っていう作品を読んで、はい、論文を書きました。うん、100枚、120枚ぐらい書きました。ああ、辛かったですね。辛かった。辛かった、マジ。っていう、そうね、はい、いや、ちょっとだからこれまた来てもらわないとダメだわ。あ、そう、っていう感じで今日はちょっとその文学の話とかも聞きたかったんだけど、うん、強行可決されちゃったからね。強行的に俺らもやろうっていう、そうそうそう、緊急で、緊急な感じでございます。はい、で、奔走20代は初めて人向きですけど、一応奔走ってどういうイメージ持たれてます？あっち行ったりこっち行ったりみたいな、奔走するっていうイメージです。イメージ、そう、そうなんです、まさにそれで、だけど実は3つある意味があって、そう、あっち行ったりこっち行ったりっていうのと、なんかこう、あ、迷っちゃう感じね、走り回って迷ってこう奔走してる感じ、まさに、はいはいはい、っていうのと、実はこう建設的にこうある種こうちょっと創造的というかこう頑張っていく感じっていうポジティブな意味も実はあって、でもう一つは人をもてなすっていう意味も、そう、奔走だから、こうまだもてなすみたいな、まあ、まさにこの番組だなみたいな感じでやりながら、その奔走具合をの20代のこの奔走具合を、はい、まあ、ちょっとなんか20代政治に興味ないんじゃない、まあ、興味ない人もいると思いますけど、なんかこう20代なんかやる気がないんじゃないのとか、まあいろいろありますが、いろんな声がありますが、いや、僕たちのリアルはこんな感じですけどっていうのが、お伝えできれば、まあ、そう、ビビたるものかもしれません。いや、もっと、いや、ビビたるとはあんま個人的には思ってないんですけど、ね、こうガンガン伝えていければなという感じの番組でございます。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、今日やっていきたいと思うんですけど、はい、一応最初にこれメール、こちら本草 @democra.tv までこれいただきますと、こちらにあるこの PC に即座に届き、はい、それをこうここの会話に入れるっていう、どしどしご応募いただきたいですね。そう、たけしさん、はい、谷崎いいっすよねとか、そういうのでも全然、あ、いいですね、いい、谷崎のあの作品についてはどう思いますかとかでも、ちょっと長くなりますかね、しゃべりますけど。いや、だよね、まあそういう感じなので、どしどしいただければと思います。よろしくお願いします、はい、で、はい、でちょっとこれ多分特番見てる人が早く特番行ってほしいと思うかもしれないけど、なるほど、一応奔走の雰囲気だけは最初にお伝えしておきたいなみたいな、はい、僕の意地とプライドもあるので、
一個だけコーナーを、ああぜひぜひ最初入ってからいいんじゃないですか、特番行きたいと思っておりますのでお付き合いください、はい、15分ぐらいだでね、なんだけどちょっとメールが1通来てたので、はい、あのそれだけ先にあのお読みさせていただきます。ヤッピロンさんから、いつもありがとうございます。ありがとうございます。いつもくれるの、ありがとうございます。ヤッピロンさん、ヤッピロンさんから抑圧と無関心、はい、さっきはヘルメの生き様 をい、あこれね前回の放送のもう最後ギリギリに来て読めなかったやつです、うん、さっきはヘルメの生き様の一端を垣間見せてもらった気がする。ヘルメがなぜ会話やコミュニケーションにこだわるのか、そことリンクした事件だったんだと思う。表現してるのに伝わらないこと、表現すらできないこと、それってとことん残酷だもの。一人でもいいからその声を共有できる存在がいてくれればなって、そんなことを思ったよ。山中さん、これ前回でしたね、山中さんの幸せ感、それも必ず根っこで何かリンクしてると思う。うん、確かに。あ、分かった、これ見た前回。いや見てないですけど、申し訳ないです、見てないんですけど、はい、なんとなく分かりますね。前回さ、あの中二のさ男の子が自殺したの知ってる？あ、はい、分かる、知ってる。なんかあの連絡網みたいなのにさ、いじめられてます、もう死ぬ場所決めてますみたいなのに担任に送ったら、うん、なんか明日遠足楽しもうねみたいな、うわそうなんだ、レスが来て、そこまでは、うん、で俺はそのニュースを紹介しながら号泣するっていう最後に最後15分くらいからっていうあの番組構成だったの。ちょっとね、それをちょっと見たら来ちゃったね。なるよ、いやふざけ、ちょっとふざけん、いや無理だよ、緩くできないよそれは。わかる。ただその表現してるのに伝わらないとか、まあ、そういったことは話してるとよくあったり するじゃない。ある、うん、あるあるある、全然ある。ただその、まあ、ヘルメとか、まあ、柴犬もそうだけど、こうやって前に立って喋る機会がある人っていうのはやっぱ伝えようとすることを諦めちゃダメじゃない、うん、それでも、うん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 、ブルーハーブ、こうザ・ブルーハーブっていう、ブルーハーツじゃない方、ね、ブルーハーツじゃない、ブルーハーブっていう、ほうほう、ヒップホップのグループがいるんですけど、ほうほう、それはラップの MC のボスっていう人が、うん、あの伝わるか伝わらないかは関係ない、ほう、伝えようとすることを今も俺は諦めないっていう歌詞が、ほうほう、これ、あ、この人、この人、この人ですね、これ、はい、ちょっと見づらいと思いますけど、うん、ちょっとちっちゃく出ちゃったけど、うん、これね、ちょっと見づらいと思いますけど、はい、この人ですね。だから表現者っていうのはやっぱりそれでもやり続けなくちゃいけないな、表現し続ける、うん、伝えようとすることに諦めは持っちゃいけない。なるほどね、うん、いやそうなんだけどさ、コミュニケーションってやっぱりそういうことなんじゃないかなと思いますね。いやそうだから、多分だから、そうそうそう、それを俺もやっぱ表現し続け、うん、まあそのだからどれだけ抑圧されてたり無関心を装われても、まあその自分が表現したいものを表現していかなければいけないっていう、うん、なんかこう精神はまあ分かる、うんうん、分かるけど、そのこの子がこうずっといじめられてるのをこう、そうだね、最初は名前を伏せて、でもう本当に止まらなくて何もしてくれなくて名前を書いてもダメで、で死ぬ場所までっていう話までしてんのに、遠足楽しみましょうっていうのはね、まあきついね、うん、ありえない、いやそうなんだよね、それはだから、うん、成り立ってないじゃん、うんうん、その会話なり対話っていうのが、うん、それはすごい悲しい。いやそうなんだよこれ、そもそもダメだな、うんうん、ええよ、今じゅ、この前来られた人って あのね、サトル、山中サトル、山中さん、山中サトル、これメールくれたのはヤッピロンさん、山中くんのその幸せっていうこととも多分リンクしてるって、このヤッピロンさん言ってるけど、多分本当にそうだと思う。
誰かが自分のことを分かってくれるとか、うん、でみんなが分かってくれたら、そうだね、なんか、アーティストとかだと自分が歌ってることがみんなが分かってくれるって最高じゃん。でもそう、佐藤割とね物作ったりしてるやつだから、ね、ああそうなんだ。そうそうそう。でもその対その個人になってくるとさ、誰か一人でも分かってくれるっていうのも幸せみたいな、うん、みんなが分かってくれるのか一、うん、人が分かってくれるのかっていう、ね、その幸せっていうのは一緒だと思いますけど、うん、いやそんな、うん、多分そうね。いやまあそう、そんな感じだったんですよね。まあでもね、そうではリンクしてるとは思うけどね、うん、そういや最後だったからね、あんまりねそう話しきれなくて終わっちゃったんだよね、うん、まあちょっとそんな感じで、はい、あメールありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ちょっと最初のコーナーだけ言っていいですか。はい、何ですか。ででん、今週の初体験これどういうコーナーですか。いや今週初めて経験したことでしょ。あ、そうそう、うん、そうそう、今週まあオーガズムの経験でも全然いいんだけど、なんか驚いたこととか、楽しかった、嬉しかった、うん、はい、ふざけんなマジかよ畜生が何でもいいんだけど、うんうん、まあなんか今週こう印象残った出来事、はい、みたいなのがあれば、うん、あ、私、うん、まあ2人ちょっと喋れたらなみたいな感じなんだけど、そうありますか。そう、今週かどうかは微妙なところなんですけど、あ、今週がいいな。僕、俺は今週、あ、俺にとって今週だったんだけど、いいよいいよ、その M ステミュージックステーションに横山健っていうハイスタのギタリストが、まあ、元ハイスタンダードのギタリストで今は健横山っていうバンドをやってる人が出たんですよ、で、もともとハイスタンダードは、まあ、メディアに出ないくて全然、それでもまあ売れてたからいいんだけど、でそういった俺はメディアに出ませんみたいなちょっと尖ってた人なんだけど、その人が出るっていうのがすっごい新鮮で、ほうほうほう、で残念ながらまあ仕事で見れなかったんだけど、まあ、その横山健が書いたブログを読んで、うん、その誰と一緒に、3代目 JSOUL BROTHERS と NMB48、うん、いや知らないけど、うん、48とかと、46? あと、うん、JUJU とかと一緒に出たんですよ、うん、それで健横山のブログに書いてあったのは、うん、だからロックとか、まあ、パンクのバンドなんだけど、割とバカにしがちやろね、ロックとかパンクバンドの人って、そういったアイドルとか、うん、今の J-POP とかをバカにしがちじゃない、うん、なイメージあるじゃん、うんうん、だけど全然そんなことなくて、ケンはケン横山はケンはっていいの、ケンはでいいの、ちょっと俺 のギターヒーローだったんだ、うん、バンドやってる時にもコピーしたし、うん、そうしたんだけど、そう、それで3代目 JSOUL BROTHERS と一緒に写真撮ったりとか、その3代目 JSOUL BROTHERS の一人が元々ファンなんですって言ってきてくれたとかいうことも書いたりとか、で NMB の子、誰か分かんないけど、ともギターやってますみたいな話をしたっていうのをブログに書いてあって、一切そう嫌な感じとか、すごいいいおじちゃんみたいな感じで対応したりで、今のそのロックの現状として、俺はなんていうの、もっとロックっていうものを盛り上げなきゃいけないと思って M ステに出たと。今はどっちかっていうと、3代目とかその、JSOUL BROTHERS とか NMB48 とか歌とかダンスに流れてしまっている子が多いから、うん、みんなこれね、そうそうそう、うん、ケンさんです。もう楽器を弾く、楽器を持つってことはかっこいいことなんだよっていうのを伝えるために M ステに出たらしい。なるほど、ね、それがすごい感動して、うん、今週よし俺もなんか頑張ろうと思ったいい、ね、そうことがありました。すごい新鮮だ、ね、うん、てかバンドやってたんだね、ちょっとね高校の時に、はい、あ、意気がってやってました。いやいや、いいんじゃないなるほどね、うん、やったりしたかった、バンド楽器とかやった、ベース、あ、渋いね、渋くないですか皆さんベースはちょっとやったね、あ、そんな、あの
バンプオブチキンの、あ、はいはい、15マジか、車輪の歌の最初だけ弾けた。あ、みんな練習するところだね、それ、うん、結構そう、最初だけね、やったやった、俺も、うん、そう、それでもう終わったから。バンド経験、うん、そう、あり、一応あり、そう、一応あるから、ね、やっぱり。そんな感じかな。なるほどね、なるほど、ね、いやでもちょっとやりたいね、うん、バンド楽しい、やっぱ楽器楽しいと思います、ね、ここちなみにあの、はい、バンドとか、うん、あのやって大丈夫だと思うよ、ここで。あ、違う、ちょっと違う、というかなっていうの、あ、小さい音で、あ、小さい音で、あのこうやってますみたいな、僕の音楽、うん、なんか別にインターネットアンプラグドだったね、うん、とか、なんか要はさ、ミュージックステーションには出れなくてさ、あ、みんなここに出たいかどうかちょっと分かんないから、まあ出たい人いたらあのお知らせください。ぜひぜひ、あの、さっきのメールにまで、メールまで、はい、そんな感じで、うわ、もう一気、今あの、すみません、安保法案についてのあのコメントが来ました。メールが来てるんですか。はい、ありがとうございます。ちょっと次のコーナーでね、はい、あの扱っていきたいと思います。はい、まあ、すげえ、あのでね、お礼の最後、じゃあ今週の初体験、うん、これむずいな、結構あんの、うーん、ちょっと待って、あんま覚えてないな。あ、やべえ、今週あ、何もなかった、ちょっと待って、はい、あ、お、ちょっと会社に馴染めた。あ、いいことだよね、うん、ちょっとちょっとちょっと、あ、よかった、本当よかった。あ、心配してたからね、本当本当。そう、あのこれ多分いつも見てる人は知ってるんだけど、うん、あの7月からちょっとある会社に、てか、まあリグっていう会社も言っちゃったよ、正社員になっちゃったんだけど、なんかやっぱそこ最初って難しいなみたいな。まあ、はい、ね、まあ、ウェブの会社でねやってたんですけど、なんかちょっとね馴染めました。よかったです。これはね、あのどういうちょっと経緯だったかちょっとだけ喋っていい？いい、どうぞどうぞ。あの、まあ、いつも通り馴染めていない僕がいたんだけど、うん、あのちょっと かなり先に入ってて、はい、僕より2歳3歳その辺ぐらいの年下の女の子が、うん、あの僕をタバコに誘ってくれたの。おヘルメさん、タバコ行きませんかみたいな。で、俺はあの人からもらうタバコのみタバコ吸うタイプだから、あ、そうだっけ、うん、だからよしと思って行きます行きますって言って行ったわけよ、うん、でこう吸ってて、うん、はぁ、みたいな、なんかちげえなみたいな。え、喋ったよ、ないの。いや、喋ってるよ、喋ってる、俺が一人でなんかちげえなみたいなこと、あ、で、いや、いや、なんかさみたいな、で、こう話聞いてくれて、うん、いや、なんか俺にとって文章を書くっていうのはなんかちょっと違うんだよねみたいな、うん、いや、ライターの仕事で入ってんだけど、うん、なんか俺で、やっぱ俺はライターで編集さんがいるから、うん、最終的な成果は編集さんの要は構成が入るわけなんだけど、うん、そのなんかその構成がなんかいつも俺違和感があって、あ、なるほど。で、そのまあ、違和感があったんだけど、なんかこう話してるうちにこう何が違和感なんですかみたいな、でハッと分かったんだけど、要は俺が表現したいものはちょっと違うなと思ったの、うん、自分が表現したいものとか、うん、表現して伝えたい人とかは要はこの文章の奥に想定してる人は違うなって思ったんだけど、うんうん、編集さんと違うなってこと。そう、編集さんがこの文章によって求めている送り手と、うんうん、僕が宛先として送り手が違うなっていうことに、あの話しながら気づいていって、うん、あ、だからいつも違和感持ってたんだ、はいはいはい、で改めて編集さんが向かってる方向に僕は伝えたいと思ってない、ないというか、あ、うん、あ、思ってないというか、僕が伝えたいのはもうちょっと違う伝え方だし、うん、違う方向だなっていうのは、うんうん、なんとなくこう腑に落ちて、うん、だからといってこっちの伝え方が間違ってるとかそういう話じゃないから、うんうん、ただそのモヤモヤがこう割と整理できたんだよね、うんうん、あ、じゃあここではこういう文体を学べるぞっていう。あ、なるほど。でも僕のやりたい文体は違う、うん、だけど別に今仕事だからさ、そこはなんかぐちゃぐちゃしてるの、まあ、しゃあないし、学べるものは学んだ方がいいっていう、なんかね、そのなんかこうバランスがね、話しててね、取れたんだ。ちょっと
あ、20分経過しちゃった、うん、気づけて、まあ、いや、いいことですね、うん、自分はちょっと違うなっていうのも分かったし、まあ、今仕事ではこうなんだなっていうのも分かったってこと。素晴らしい。ちょっと折り合いをつけてできたり、その女の子感謝って。ありがとうございます。どしどし女の子ください。やっぱ女の子いいよね。はい、うん、まあ間違いないです。そう、やっぱオフィスには女の子いないとダメだと思う。はい、なそろそろちょっと怒られる、ね、怒られる、そろそろやばいんですか。ということで、こんな感じでいつも2時間ぶっ通しでダラ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 やってないんだけど、こういう感じでいつもねやってんだけど、今日はそうですね、ちょっとやっぱね、これからこういう感じは残しつつも、いっちゃい、そろそろやりましょう。やりましょう。じゃあ行きたいと思います。今週、はい、ちょっとじゃあ僕の顔だけ、3秒後ぐらいにアップしてもらってもいいですか。1、2、ちょっと待ってください。3、はい、奔走20代緊急特番、6万人デモと強行採決、今若者は何を思うのか。あ、引いて大丈夫です。あ、じゃあありましたね、強行採決。ありましたね、あの安保法案、7月15日ですか。7月15日、はい、あの、はい、皆さん記憶に新しいと思いますが、あの衝撃的な、あのこういう動画がありましたけど、うん、最後これね、出かけてきた、こういう特別委員会では午後0時半頃、うん、野党の議員が採決反対を訴えるプラカードを掲げて怒号が飛び交うといった騒然とした雰囲気の中で、浜田委員長が採決を宣言し、与党議員の賛成多数で可決しました。100時間以上超える議論させていただきましたので、まあ、参議院の方でもやはり同じようなですね、時間を取るということになると、今回の採決についてはですね、我々とすればあえていろんなご批判あるかもしれませんけれども、平等として責任を持って採決をさせていただいたと。まあ、なんかちょっとこの人だけアップになっちゃったな。一方、野党側は今後も徹底抗戦の構えを崩していません。はい、ね、あの強行採決うわーって言ってたけど、うん、なりましたけど、今日はそれについて行きたいと思うんですが、僕発案というより、はい、ある方からいきなり今週電話をいただいて、これが強行採決があった時に、うん、でこれぜひ今これをちょっとこのテーマでっていう話をいただいたので、うん、ちょっとその方をちょっと最初紹介したいと思います。はい、こちらです、ね、発案者に。はじめまして。はじめまして、マキさん。マキさんです。はい。こんにちは。こんにちは。ちょっとその日、7月15日に強行の採決があった日にヘルメに電話をして、ちょっといきなり、いつもちょっと奔走20代の視聴者なんですけど、良き視聴者なんですけど、ちょっとこれはもう20代奔走しないといけないんじゃないかということで、緊急特番したら面白いんじゃないかなと思って電話しちゃったんですね。そうですね。でもいきなりやっちゃおうぜみたいなっていうね、うん、っていうので、でみんなと話したい感じだったんだよね。そう、なんか私はそのいきなりトーンが変わって話していいですか。全然いいよ。なんか7月15日に強行採決があったっていうので、うん、ニュースが多分バッて流れたんだと思うんですけど、私は普段朝から夜10時11時ぐらいまで仕事をしていて、その中でバーって忙しいって言って働いていて、その中帰りの電車の中でツイッターとかフェイスブックを見ている時にとっても盛り上がっていたのね、何か、うん、強行の採決がかかったって、そのタイムラインを追っていくうちにやっと気づいて何事かと思って、でも自分がすごいその流れから取り残されているなと思って、うんうん、何があったんだろうと思って、その時に初めてやっと気づいたんだけど、なんで私こんな大事なこと知らなかったんだろうと思って、うん、それでちょっとすごい遅れを取っているというか、流れからすごい振り落とされているような気がしたので、
でも今考えないとどん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 先に進んでいっちゃうし、うん、自分の頭で考えて話すことができないと、うん、なんかこの先新しいなんか明るい未来が全然描けないような気がしたので、うん、でそのために多分何が必要かっていうと、なんかいろんなタイムラインとかそれぞれ個人がいろんな発言をしているデモに行っているところを見たし、それぞれテレビの前でいろんな視聴者の人が多分びっくりしたり、なんだこれって思ったりしてるかもしれないけど、何か多分直接会って顔をつき合わせていろいろ話したりすることっていうのが今多分若者とか若者じゃなくても一番大事なような気がなんとなく直感でして、それぞれがそれぞれ別々で個の力でなんかいろいろ言っててもしょうがないなと思ったので、今日はなんかちょっとヘルメに電話をし、呼びかけをし、集まっていただければなと思った次第です。なのでこういうすごい強い意見があるとかじゃあ私はなくて、とにかくなんか直接会って話すのが一番大事なのかなと思っています。ありがとうございます。ということで集まっていただきました、はい、カメラさんさらに引いてもらってもいいですか。おお、どうも。皆さんはじめまして。あ、お互いにね。こんな日曜日の夜に、3連休の夜に。そうね、止まんなかったね。皆さん遊びたいでしょ。はい。ということで、今日、これから来ないな。あ、まあなんかメール、直接個人的にメールいただいたりはありましたけど、まあ、来ていただいた方、4名いらっしゃいますので、一応、最初、ちょっと、自己紹介っていうかお名前と、まあ普段何やってる方がいる？いらないか別に、まあ、あ、じゃあお名前と、まあ、あと何で来たかっていうところだけお願いしようかな。誰からでもいいけど。山根さん。はい。あ、じゃあ山根さんです。はい、山根です。24歳です。あ、てかヘルメ明日誕生日なの。そう、これね。ごめんなさい。これね。これ明日26って書いてあるでしょ。おめでとうございます。ありがとうございます。いいよいいよ。祝ってくれ、12時に。私は24歳です。なぜ来たか。とりあえず、まあ、少人数で腹を割って、なんかこの、生の現場で、こう、政治の話をする。っていうのを実は昨日ちょっとやってやって、やってって言っても俺の親父が土日に料理するのすごい好きなんですよ。だからし、なんか例のごとく親父が昨日信じられない量の飯を昼飯と晩飯に出してて、で昼飯はみんなでうまいうまい食べてたんですけど、夜はさすがにうまいうまいっていうのもちょっと飽きてきて、多いよ、ちょっと真面目な小話でもっていうことで、なんかその政治、なんかその今回の話がちょっと出たんですよね。で、なんかまあ親の世代、妹の世代、妹10代なんですけど、であって、まあなんかヘルメのその話をちょっと聞いてて、募集っていう。で、なんだろう、20代の話聞きたいなっていうのが、まず一つあって、あともう一つは、純粋に日曜日の夜が空いてたっていうのと面白そうだったからっていう理由です。僕はそんな感じです。よろしくお願いします。何やってるか聞きたいです。普段ですか？普段ですか？僕は会社員やってます。うん、2年目です。医療をやってます。あとなんか、はい、そんな感じですよ。で、まきまきぐらいに夜遅く多分働いてます。あら。仲間ですね。残業を好きになるようになってる。そんな仕事働いてる。あ、大丈夫です。あ、なんか、あ、一応あれなんだよね。俺いつもすごい好きかってすごい喋っちゃうんだけど、うん、なんかあんまりタブーなく、タブーはないけど、言いたくないことは言わなくていいよみたいなのを一応確認で。で、会社員だったけど。終わりました。もうちょっと聞きたかったら聞いても大丈夫だけど。何の会社ですか？何の会社ですか？どこまで言えるの？
こう早めに、ね、早めにちょっと言ったの。ね、不動産サービスの会社やってます。おー、不動産サービス。うん、そう。あの、空間化したりしてます。ありがとうございます。OK。OK です。よし。じゃあ、次、じゃあ、どう順番飛んでもいいけど。うん、いいんじゃない、矢部君。矢部君。いや、矢部君。あの、パッパッパッ。あ、じゃあ、矢部君。はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。矢部っちです。矢部っち。矢部慎太って言います。はい。22歳です。大学4年です。はい、何やってる、うん、大学生。大学生です。で、大学で。学生でね。そうですね。何勉強してるの？教育学勉強してます。はい。勉強してます。で、あとは、今日来た理由なんですけど、うん、政治に関心がもともとあったっていうか、まあ、去年ぐらいから関心を持ち始めて、いろいろ、まあ、さっきなんか、ヘルメさんが動画をこうカメラに向けてこう見せてたりとかしてたと思うんですけど、実際に、まあ、国会前で起きているデモだったりとかに足を運んで、うん、で自分は写真が好きなのでそこで写真を収めたりとかしていました、うん、でちょうどさっき あの国会の強行採決があった日は僕ちょうどあの時間国会の中にいて、中、はい、中に国会傍聴を行こうとしたんですけど、あのなんか満席で結局入れず、うん、待合室でその採決の瞬間まで画面越しで見てるっていうような感じで、うん、せっかく今日なんかそういう話し合う機会があったんで、なかなか大学だとできないんで、うん、いいなと思って来ました、うん、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。一応そのなんかそう活動やってるのもともと知ってたから、うん、ちょっと声をかけてどうっていう、うん、急にもかかわらず、いや俺でもとか言ってないからちょっとやっぱさ、うんそうだね、言ってる人の感じがねちょっとね現場みたいなね、うん、あそう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 じゃあ順番的には俺かな、うん、あお前、うん、あいやいいのちょっとやりたいあこれは面白いぞ多分あれすいません僕アップにしてもらってもいいですかあのヘルメです。今日来たのはあの来たの4 行きたくないんだいやでもそのだからそのまあその安保法案についてだと、うん、なんかねまあ、ちょっとやっぱ話したいなっていうところはやっぱね俺ねいつもねあの俺でもあんま行かない、うん、行かないでいやでもはちょっと違うだろうみたいなスタンスなタイプなんだけど、うん、なんて言うんだろう、ただいつもね一応切るんだけど自分の中でそのデモとかああいうそういうのじゃないっていうことは分からないけど、ただ何もしないでじゃあ戻ってていいっていうのはまだやっぱちょっと引っかかるところは残しつつも、まあ、だからといってデモでもないとか言ってないけどっていうのもちょっとありつつ、その辺はちょっと気になってるなっていうのはあって、でもそういうのって直接話し合えないですぐ日常に戻っていっちゃうから普段、だからその辺は今日ちょっとまあ俺的にはなんかまあまあ別にあのそれじゃなくてもいいんだけど、まあ、話し合ってる最中になんかこう見えてきたりしても嬉しいなっていう感じで聞いてます。おざんす。よろしくお願いします。よし俺そうね。そうあじゃあそこはねやります。たけしです、うん。再びよろしくお願いします。僕が今日なんで来たかっていうと、まあそんなに政治に関心がある方ではないんですが、一応まあ何かあったとかを新聞で読んだりとかニュース見たりっていうのはする方かなとは思います、うん、で自分なりに考えるこうなんじゃないのっていうのを考えることまではするんですけど、うん、それをこう誰かも対集団とか、うん、そういうことは別に興味ない、興味ないって言うとあれですけど、あんまりしようとは思ったことないです、う
で、まあ、友人とか、まあ、彼女とかっていう人たちには僕俺はこう思ってるみたいなことはある程度言うんで、今日はいい、うん、皆さんの話も聞けたらなと思って来ました、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですよ。はい。ゆきこです。25歳です。あ、もうちょっと上に上げた方がいいかな。ゆきこさん。あ、ごめんなさい。ごめんね。はい。普段はフリーターやってて、レストランでバイトしてます。和食でです。あと食べたかった週5で習い事やってます。え、週 5? 週5で習い事ちゃうの？習い事そこもうちょっと詳しく詳しく何を習ってるの？歌とかダンスとか、YouTube とか、YouTube 日本舞踊、うん、はなどなどです。別の習い事、別の習い事、そういうことか、ね、それ面白い、新しい、ね、いや、あの、うん、15なら分かるんだけどね。25、うん、いや、ずっとやってる。いや、5月に始めました。5月に始めた。面白い。ちょっと別件で本当に別日で、そうしました。で、デモとかは原発の頃からちょっとたまに、ほんとたまに行ってたんですけど、あとちょっとなんかデモ作るのに参加したりとかもしてました。でも最近は何にもやってないです。てか、あの、なんで安保法案のこととかもなんかなんとなくしか分かんなくて、あの、いつ可決されたとかもよくわかんないです。今日はちなみになんで、今日はなんで来たかというと、呼ばれたから来ました。あのね、よく見てる人はわかる、あのもう一人僕といつも一緒にやってたパーソナリティの柴犬の紹介で、特に主体性はないです。いいよ、いいよ、そういいよ、そういうもんだよ、そういうもんだよ。ありがたい、誠実に行こう。はい、ありがとうございます。あ、最後、はい、キヨです。よろしくお願いします。お願いします。普段は会社員で、まだ今1年と4ヶ月目です、うん、でお仕事は企業内の研修とかそういったところの仕事してます、うん、で今日来た理由は、僕も恥ずかしいながら全然安保のことは知らなくて、フェイスブックでなんかこういろんなところで立ち上がっていて、うん、で昨日もなんか知り合いの方とそういう話をして、その人の話の中で知ったのが詳しくしたのが初めてで、うん、なんかただ仕事柄そういう人とか組織とかに関わる仕事をしているので、なんかその人がどういう思いを持ってやってるのかとか、結局やってることはデモってなんか表層的なものだと思う、個人的にはそう捉えてるんですけど、でも実はその人のその深い部分ではなんかもう少しこういう願いとか思いがあって、ただ形として抗議とか反対の中でしてるのかなと思っていて、なんかそういう部分が話せたら面白いんじゃないかなっていうのをなんとなく思ってる。なんとなく昨日 Facebook でヘルメから、うん、あの誘いが来て、普段は動かないんですけど、ありがとうございます。たまたまちょっと動こうと思って今日やってきました。そんな感じです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は ね、 そうですね、こんな7人か、そうね、うん、7人の侍7人パロったのに間違えるほんだよ。すいません。ということで、はい、じゃあこの7人で今日ね、はい、あの、よろしくお願いします。お願いします。で、なんかもうちょっとダメだな、あの、もうなんかもう本当基本的に僕本尊スタイルなので、なんか思ったこと感じたことを共有していけばなというスタイルでいきたいなと思っているんですが、一応、はい、
1時間ぐらいやるんだけど、あと50分ぐらいやるんだけど、うん、途中で話これ詰まることない雰囲気俺すごいビシビシ感じてるけど、もしもなんか詰まりそうに詰まりそうになったらなんかあれだしなとかもちょっと思いながらあったので、なんかあの紙を今日用意していて、あのよいしょ、これペンあるんですけど、何かというと、あこれはい1枚あげます。今日ここにいる、まあ、7人に、まあ、見てる方もいるけど、まあ、7人こう一緒にいる、今一緒にいる7人で、まあ、話したいこととか、まあ、聞いてみたい質問とか、うん、何でもいいので、あ何でもよくはない、本当に聞きたいことね、話したいことをちょっと文章というか、まあ、1文ぐらいだよね、なんか質問文ぐらいにして、書いてちょっとその丸めて、ここにちょっとくじ引きみたいに置いといて、ちょっと話困ってきたなと思ったらシュッて引いてペッてやって、尺が足りなかった、もしもね、うん、もしもね、うん、っていう感じをちょっと先にちょっとセッティングしていただいてもいいですか、はい、ちょっとでこれちょっと本数ないので、書ける人は書いてからっていう感じで、何も書かない、今のところちょっとすいません、ちょっとしばし絵が止まります。 Thinking time CM とか、あっペンありました、ありがとうございます。あ、ごめんね、じゃあ Thinking time、 あ皆さんもあと僕パソコンあるので、先ほどメール、あ今も下に出ていますが、そちらになんか僕ぜひ今ちょっと7人に、僕これ私これ聞きたいんだけどっていうものがあれば、メールでいただきたいです。あとは見てるよっていうのでも全然構いません。私こういう気持ちで見てますっていうのでも僕も全然大歓迎だし、僕的にはすごい嬉しいので、いただければと思います。でシンキングタイムっていう感じです。別に安保関係なくても関係ある方がいい、まあ、安保関係ないって、例えばそのリンゴですかみかんですかみたいな話どっちではなければあんや、うん、そうこれもう完成？完成です。あ、完成？完成のさせ方すごいね。じゃあみんなこういう形で、これは八つ折りぐらいのイメージだったけど、こういう形で置いといてもらえれば。あ、全然大丈夫、全然大丈夫。体積も全くもないね。なのでちょっとじゃあシンキングタイムで。ちょっとこれメール来てるんですが、ちょっとこれメールでも質問なので、ちょっと皆さん書いてから。これ行きたいと思います。俺も考えようかな、みんなも考えてね、カメラの奥の人に質問あったら送ってください。え、これざっくりだ、それ結構気持ちいい。ぐしゃってやって、ぐしゃって、なんで9時間がなくなっちゃうから、かごめんね、誰か分かってまうもんな、これ。そうそうそう、クシャクシャするタイミングで気合い入る、ちょっと快感よしみたいな。2個目さりげないけど結構入れたそうですね、あと残るヘルメットなんですね、うん、しばしですね、しばしお待ちを面白いですね。てかもうこれ出ちゃったから、ここからやっちゃった方がいいのかな。いいよ。ここからやっちゃってもいいの？いや、熱い。それでいいんだよ。緊急特番
ないからちょっと落ち着いてくれる落ち着かない落ち着く落ち着いてくれるとりあえずはい、はい、時間的に話しますか。はいじゃあ皆様も書いたでしょうか。はいはいはいどうですか。どう今のいただいたメールからじゃあちょっといただいたメール、はい、先いきなりちょっとね、いきなりもういきなりこれガッて来てるけど、ベルさんからはい行きます。安保法制件名安保法制は実質戦争法案ではないでしょうか。日本が攻撃されていないのに他国の防衛を確保するという大義名分から戦争は開始されるのではないか。憲法学者が違憲と示したからではなく、日本は二度と武力行使しないはずです。アメリカの財政がなくアメリカ陸軍を24,000人削減する分日本が兵士を出せと言われているようなもの。北朝鮮中国の脅威など日本を取り巻く環境が日々変化している、などと脅威を煽るのは自民党らしく国民を不安にする報道にも責任がある。以上。なるほど。法制は実質戦争法案じゃないのかって話か。まあ、うん、戦争開始。ああでまああれだよね、集団的自衛権というか、うん、アメリカの代わりに日本が行けみたいな。多分ね、はい、いやいや。どうなんですかね、そういう、なんかなんだろう、ちょっと多分、私はタイムラインで知ったぐらいの会社員なので、うん、あ大きいことは話せないんだけど、でもなんか話せない何かがあるんだなって感じがします。それぐらいちょっと遠い気がする、うん、なんか出てこないね、言葉が。これをの質問を受けてところは、そういう部分はあるかな、うん、こんな感じです。もしかしたら戦争はかもしれないけど、はい、はい、いいですか、ちょっと、まあ、いい、ただ、何と思いますか、うん、安保法案自体が、うん、今、ちょっと待って、日本が攻撃されてないのに他国の防衛を確保するっていう大義名分っていうのがおっしゃってたんですけど、うん、安保法案自体がまあ、アメリカが攻撃されてないのに日本を防衛するっていうのが安保法案、安保条約じゃないですか、うんうんうん、日本は武力できない、武力行使ができないから、でそれを、まあ、できるようにしましょうっていうかのが、まあ、今回の改正。あできるようにしましょうっていうか、まあそうだね、ざっくり言うと、うん、気がするんですけど漠然と、うんうんうん、だからもともとの安保条約自体が僕はちょっとなと思ってるんですよ。ほう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 なんつうの、改正する前が日米安保の、そう日米安保60年安保、うんうんうん、自体がうん、まあ立場的にイーブンじゃないんじゃないのっていう話だとは思う。だから例えば日本が攻められたとして、知人友人だったりっていうのが殺されたってなってアメリカがやってくれるっていうのはなんかなと、僕らは何にもできませんっていうのはなんか違うんじゃないのっていうことは前から思って、ほう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 、うん、それってなかなか難しくないですか。単純に自分の気持ちとして自分の友人とか家族とかが殺されてしまった場合にやっぱりどうしてもなんていうの、武力を行使しないかって言われたら自信ないというか、うん、したい気持ちも絶対ある出てきちゃうのかなって思う、うん、ほう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 、戦争ってそうやって始まっていくと思うんだけど、うん、残念ながら、うん、やほうね、レベルっていうかを最初にするとそういうことかなと思ったよね、うんうん、出方面白いな今日はね、やほうね、うん、そっかそっか、
ほど。そか今はそうか、アメリカが攻撃されたら、僕のざっくりの解釈だけど、その安保法制が今可決されたのは、そのアメリカが攻撃されたら、その日本が、一緒に、まあ、手助けできるというか、うん、一緒に、うん、あの自衛隊を派遣できるっていう流れに、うん、まあ、なるっていう話だけど、そのでなる前はあの日本が攻撃されたらアメリカが行くっていう、うん、でも日本は何もしませんっていう、うん、あのてか憲法9条があるからできない、うん、でそれそもそもその取り決めがおかしいんじゃない、なんかおかしいのがあるんじゃないかみたいな、そうなんか変じゃないかっていう、そう60年安保自体がなんかなとは思う。ああ、なるほどね。それって安倍さんの おじいさんが決めたことなんだよね。そう、岸信介が、そうそうそう、と愛染不起訴の愛染派が決めて、でそれであれがあった、ね、安保闘争が、東大とか、ね、今のデモよりもっともっと大きいデモがあった、安田講堂っていうことが、うん、はい、今歴史的にはなるほどね。だから、まあ、あれは時代背景みたいなのも多分にあると思う、うん、で朝鮮戦争があったりとか、うんうんうん、まあ、自衛隊ができたり、55年とかにできて、まあ、一応武力じゃないですよって、自衛隊の防衛性だけのもんですよっていうから、まあ、そう60年安保ができた、で何もまあしないっていうことが基本的性格としてあるから、しょうがない、そういった法だったのは、まあ、ある意味自然な流れだと思うけど、まあ、今現代あのまんま、うん、60年安保のまんまでやって、うん、そのまんまのやってて、アメリカと対等とか目指すとかっていうのは、うんとは思う、うんうんうん、戦争法案かって言われるとそれは、うん、かもしんないけど、したいわけじゃないです。その戦争は反対じゃん絶対、うんうんうん、みんな賛成してる人なんか誰一人いないと思う、世界中戦争してる国でも、うん、だけど、うん、だけどちょっと、うんうん、その法案自体が変なんじゃない、うん、と思います、うん、あ、そもそもね、うん、なんか対等な関係とか言うなら、うん、うん、と思います。なるほどね。そうか、うん、そのベルさんの実質戦争法案ではないでしょうかっていう質問に対しては、そうかもしれないですけどとは思う。そうかもしれないけど、うん、そもそも、もともと戦争法案だったんじゃないか。いや、もともと、なんかもともとそのなんか不条理っていうか、なんか理にかなってないんじゃないかっていうのが大吉さんの言い分だよね。そうですね。アメリカと日本の立場がパーじゃないから、なんかそこの不自然な状態を自然な状、いわゆるその今見たところ自然な状態に戻そうと思ったのが今回の法案じゃないのかっていうところが、まあそうですね。ざっくり言う、ざっくり言うと。あ、なるほどなるほど。そうか、もともとこっちはいけないけど向こうはいけるっていう状態だったのは、こっちもあっちもいける状態になったっていう、そうそうそう、意味で今回はパーになったっていう。そう、アメリカばっかり守ってもらうわけじゃなくて、うん、日本もそのアメリカがやられてた時に、うん、とか、まあ、自分の国がやられた時とかは別にいけるっていうのは、え、じゃあ60年安保の前は、60年安保の前は一切自衛隊も何もないから、うん、解体された、陸軍海軍もなくなって、うんうん、空軍もなくなって、うんうん、サンフランシスコ平和条約があって、まあ、占領下に置かれたから、そういうのはない、ないよね、ない、うん、でそれを作ろうってなった、自衛隊ができて、まあ、警察予備隊とかってできて、ってなって、そう、自衛隊ってなって、まあ、自国を防衛するだけならアメリカがいいよっていう、逆にアメリカのこう、なんていうの、
まあ、意のままにで出来上がっていった感じがあるっちゃあると思う。なるほどね。いや、なるほどね。はい、なんか、いや、面白いね。いや、え、なんか、え、うん、なんか。え、うん、てか、なんかこの法案に対して率直に、なんか思ってることとかってあるんですか、みんな。そう、あ、皆さん。デルさんみたいな感じ。確かに。なんか、いや、でも、あ、どうぞ。やべっち、ちょっと聞いて。そう、だってでも、でも言ってる。僕ですか、はい、これどれ抜けます。すっごいなんかカメラ目線じゃないですか。あ、本当赤く光ってるやつ。赤く光ってるやつ。あんま気にせず。なんかどうっていうか、なんていうんですかね。まあ、さっき、たけさんが言ったように、誰でもその戦争犯は嫌だっていうの、うん、感情は僕もありますし、もちろんですし、で、この、今回この法案、僕自身もその政治学勉強してるわけではないんで、まあ、全然、まあ、本当なんか新聞とかニュースとか追ったりとかして自分で調べてるぐらいなんですけど、なんか、何なんですかね、こう、やっぱり今のその、まあ、決めこと、この新しい安保法制の集団的自衛権の行使であったりとか、まあ、いろいろ今回11個法案があるんですけど、うん、そう決めたいっていうようなそのまあ思惑、うん、まあ、こういう理由があるんだろうなとかは、まあ、いろいろ見てても、まあ、まあそういうことを言ってて、まあ、なんとなくわかるけど点々点とは思うんですけど、でも実際に今回のその決め方の部分だったりとか、まあ、そもそも憲法と照らし合わせたりとか言った時にちょっと待てよと、なんかおかしくないっていうようなその内容云々の前に手続きの問題としてちょっとおかしいんじゃないのかなっていうような、でそれとさっきそのメールであった戦争法案なんじゃないかって部分で考えた時に、その集団的自衛権がもしその使えるようになったら実際にそのまあ、例えばですけど中東で、まあ、アメリカ、まあ、日本の同盟国のアメリカがその中東でこういう、まあ、紛争だったりとかに参加していたら、その後方支援みたいに参加するってことはもうそこの戦場に日本の自衛隊が事実上行くっていうことじゃないですか、そういうことを考えると戦争法案っていうような言い換えはできるんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。やっぱりなんかニュースとか見てて、もう見てても、なんか国民の理解が足りないとか、強硬なのが取り上げられてるじゃないですか。それが問題っていう感じ。だからそうじゃないような気がするんですよ。なんか別に強硬採決は問題だけど、国民の理解が足りないっていうのは、じゃあ理解するようにすればいいじゃないですか。僕らの、もっと積極的に。あ、僕が大衆がというか国民がというか、そう理解足りないって避けるよりっていう、そうで政治家にが国民の理解が足りないって言わってもらってるっていうよりか、だから僕らが理解しなきゃいけないもんだとは思うんですよね。なんか僕の知り合いでなんかその安保法制とか安全保障を整えることにかなり賛成なタイプの人間と、まあ、デモにも最前線で行ってて NG 戦争絶対反対 NG っていう人のなんか両方の人がいて、おのおのなんか Facebook で激しく投稿してるんですよね最近僕のタイムラインでは。でなんか見てて面白いのが、読むじゃないですか、なぜ反対なのかってこう読むじゃないですか。なんか賛成の人も反対の人もなんか言ってることめっちゃ正しいんですよ。あ、確かにみたいな、おっしゃる通りだわみたいな、なんか両方ロジックが通ってるんですよね。
けど何かの、 その何かが違って賛成になっていて、うん、何かが違って反対になっていて、うん、でただ賛成だ反対のやつはバカだ反対だ賛成のやつはアホだみたいな、なんかこう、こうな、こう積み上がってる状態がなんかこう最近続いてて、なんかそれが一番僕今気持ち悪いんですよね、うんうん、対話ができている状況が作れてないって、うん、てかそうなんですよ、なんかその安全保障の問題だとかって言うんですよ、その賛成側の人は中国はなんちゃらだとか、うん、中国見ててもそうだし中東がそうだしギリシャだって今なんかこうなってるし、うん、でギリシャの地中海の部分が EU から外れちゃったらロシアとかが出てくるだろうみたいな話もあるし、うん、なんかあ確かにそうやんなみたいな、うん、それやばいじゃんみたいな、うんって思うんですけど、話が難しすぎてそもそも僕ら理解できないんですよ。うん、そうなんかだからなんかあの言ってることもそうなんだけど、うん、理解ができないから確かにそうだね。けど僕は賛成するよとは言い切れない、なんかこのなんか変なもどかしさみたいなのがあって、うん、なんかみんなどう思ってるのかなっていうのをすごい聞いてみたい。うん、なんか。うん、なんか、うん、あ、ど、あ、あ、あ、なんか、うん、うん、あ、どうぞ。なんか、お、お、あ、うん、あ、言えよ、言えよ。なんか、言いかけたの、言えよ。いや、なんか、いや、ちょっと、いや、なんか、ちょっと、いや、その賛成反対の話、どっちも正しいしっていうのも、うん、なんかこう、そのさっきのなんかあれタケシの話とか聞いてて、そもそも憲法9条があるからいけないんじゃないかと思ったの、ね、これ憲法9条があるから、いけないから自分たちが攻めた時にだからこうアメリカと条約結ばないといけないみたいでなんかまあっていうのは一瞬思ったの。憲法9条がなければ別に自力でいけばいいわけで、アメリカの助けなんて借りる必要になってっていう視点もまあ、あるなと一瞬よぎったのね。でまあまあそれはそうなんだけど、なんかさっきのそのあれこれでも全然話変わっちゃうぞ。いやなんかたけしがそのなんだっけあの国民の理解が足りないみたいな、うん、いや理解しようぜみたいな、うん、あのこっちがみたいな、うん、話あったじゃん、うん、なんか俺すげえはっと思って、うん、なんかさ会社の仕事しててさ、うん、これやってって言われて、うん、それなんでやるのかよく分かんなくても、うん、なんか聞けないでなんかやるみたいな、うん、で聞いてもなんかあまりよく分かんなかったり、うん、なんか聞いてもなんか時間ないみたいなのであまり聞けなかったりでもやらされるみたいな、うん、でお前から理解しに行けよって言われてもなんかああみたいな、なんかいやなんかすごいそうなんか分かんない、そのだからそのなんていうの会社規模でそれが起こ、わかんない、俺の中ではあまり起こってないように見える瞬間があるんだけど、うん、それが起こってないのに国単位で、うんうん、なんかっていうなんか、いや、なんか、いや違う、これは何が言いたいとか言われるわけじゃなくて、なんかすごいなんか、ね、にリンクした似たの、うんうん、なんかそんな、それだけあるかも。質問に投げかけたんですけど、あのなんか政治とかどういうふうにカメラカメラが映らないで質問に投げたんですけど、あそこに入れた質問の中なんですけど、あのなんか関わりたいとか興味があったとしてもなんかあまりにも離れすぎてるんですよね距離が。でも結局は一人一人これが集まってそれが市となったりとか都となったりとか県となったりそれが国家になっていくような感じがするんですけど、あまりにも距離が離れすぎてるがゆえになんか勝手に国会が話してるわっていう感じで、どちらかというと隣で夫婦喧嘩をしてるの、あ、なんかあいつらやってるって感じで見てしまうんですよね。だから自分もその実は加担してる一人なんですけど、でもあまりにも距離が離れすぎてるから、まあ、会社でもよくありますよね。なんか上司が早い上で喧嘩しててこっちは全然関係ないわ、でも実は会社単位で見れば実も自分もそこの一員だっていうので、自分もその問題の一員なんですけど、でもどうしようもないっていう、なんか誰が悪いかわからないなっていうふうに思っていて、ただどう関わるのがいいのかなっていうのが、まあ、そもそもこういうことをみんなが話してること自体がなんか問題に対する定義とかなんか一つメッセージな気はするんですけど、
なんかそういうふうなことが今話を聞いて感じました。うんうん、ただ、うん、そのとっつき方がいまいちわかんないですよね。うん、確かに。あ、まあでも自分のタイミングでいいけどね。山根は聞きたかった。え、聞きたかった。え、今の話ですか。え、無責任みたいな、自分ら無責任みたいな。何でもいいです。何でもいいですか。なんだろう、まずこの法案が戦争法案なのかっていうのは分かんなくないですか。うんうん、分かんない分かんない分かんない。何で意図してるか俺はもう分かんないからね。あの、あ、そう、あの、要は僕らじゃなくてその本当に上の決めようとそれを可決しようとした人たちが何を意図してるかなんじゃないかな。そう、なんかその、うんと、集団的自衛権を認めることによるなんかメリットがよく分かんないのと、私は、あの、まあ、今までと違ってそのさっきおっしゃってたようになんかイーブンになるっていうのはあると思うんですよ、日本とアメリカとかが。で、でもその今までのデメリットって何だったんですか。なので、あ、イーブンじゃなかった時ってなんかデメリットってあるんですか。あ、日本、はい、日本、日本にデメリットあんまりないとは思う。日本にはないないと思いますね。なんかそれこそ別にやんなくて、何もやんなくていい、うん、後方支援って言われるくらいで、はい、悪いことは一つもないとは思いますけど、それでいいのかともちょっと思うんですよね。うん、いや、それはあると思います。でもなんかやっぱりアメリカ主導で憲法とかも作られてるし、だからなんかアメリカがに都合がいいようにして、その憲法9条とか日本に戦力持たせないようにしてやったっぽいじゃないですか。うん、で、あの、今度の改正はそれもまたアメリカに都合いいんじゃないのかなみたいな思いが私にあって、それもアメリカ主導なんじゃないかなみたいなのはなんとなく思ってるんで、そこを変えるメリットって何なんだろうっていうのは疑問に思ってます。うん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 、なるほどね。ちょっと何か言っちゃって、なんか新聞に、その15日の新聞に、あの、安倍さんがアメリカで、あの、採決をこのぐらいの時期に決めますっていうのを宣言しちゃってるから、それでなんかその、そうそうそう、だからその採決が遅れない、これ以上ちょっと遅れると政治的な求心力がなくなるから、もう今の時期に無理やりでも決めないといけないって言って決めたって書いてあったけど、うんうんうん、だからアメリカでスピーチしてきてることが、その約束をしてしまったからって言ってやってると、そうそ、ん、うん、書いてあったけどね。受精にしちゃったからもうやりますみたいな、ね、すごいね。それだからやっぱりさっきも言ってたけど、手続きが、うん、なんでって感じじゃないですか。なんかその法案に対する意見とかって多分もうちょっとこう考えて自分なりの意見考えたりするって思うんだけど、さっきの映像とかもさ、そうだけど、なんでああいう決め方をわざとパフォーマンス的にやるのかなっていうのはちょっとある。手続きを取らずに無理やりって、なんで無理やりなのとか。手続きで、すみません、俺全然わかんないですけど、正しい手続きって何なの。正しい手続きって何ですかね。今回のその法案の多分正しい手続きっていうのが、多分日本って大議制民主主義じゃないですか、うん、議員に投票して選んで国会議員、国の国民の代表として国会に送る、うん、で多分今この現状だと大議制民主主義としては、まあ、選挙で通ったんだからこの議員が決めるっていうのは、うん、まあ言える、うんうん、確かにそこは言えるんですけど、今回そのどこから話せばいいのか分かんないですけど、
僕がこうなんか調べたりと聞いたり話だと、今回の法案って11個のなんかバリューセットみたいな感じになってるらしくて、で今までのその一つの法案、その11個とかじゃなくて一つごととか、その今までの他の法案考えた時にだいたい1個あたり100時間ぐらい議論してるらしいんですよ。で今回11個のバリューセットで110時間ぐらいなんですよ。で1個の法案で10個ぐらい、あ10時間ぐらいしか多分やってなかったりとか、あとやっぱその憲法に関わる問題で憲法学者の方だとかを審査してるじゃないですか、はい、でこう、まあ、与党の呼んだその憲法学者であったりとかも違憲ですとか、うん、あと今、まあ、テレビのニュースでなんか憲法学者のリストみたいな時に何千、まあ、もう何百人、何千人、千人ぐらいでしたっけ、うんうん、いっぱいこう憲法学者が違憲ですって言ってるに対して合憲って言ってるのは、まあ、一桁ぐらいとか、うんうん、そういう、まあ、憲法と照らし合わせた時にどうですかとか、うん、そういうところでもやっぱ引っかかる部分が自分的にはあって、でこういうの考えてたら、もともとじゃあどこなのかなって言ったら、1年前の集団的自衛権の閣議決定を行った時になんか戻るのかなと思ってて、その時 もう内閣で閣議決定をやってたんですね、うん、あの実際に法案が本会議でどうこうとかじゃなくて、うん、もう閣議決定をするからゴーイングみたいな、でその内閣の閣議決定の文書とかも憲法、なんか大学で憲法やるじゃないですか、1年生ぐらいとかと、うん、憲法学みたいな、それの勉強したの振り返ってもなんかその解釈、憲法のルールに書いてある書いてないことをなんかそのままもう明記したから既成事実として OK ですよみたいなような雰囲気が僕にはなんか感じてて、その大犠牲民主主義って通ってるんですけど、それを支える憲法をあんまりこう重要視しないような、その決めちゃおうぜっていうような動きであったりとか、その法律の審議の時間であったりとか、なんかそういうなんかさっき言ったその手続きとかそもそもの部分でなんかすごいぐらついてるような感じがするんですよね。なんか今まで普通にやってれば通せるようなやり方とかでもやってない、なんか急にこの法案を可決しなきゃ採決しなきゃってなった時になんかすごい短時間急いでいるように、だって今別に決める必要なくないですかっていうような感じがしちゃうんですよね、すごく。なるほどね。それ確かにバリューセット感はありますね。一つに100時間かけてたのを、まあ、11個で100時間っていうのは、初めて、すみません、聞いた。なんか、なるほどね。いや、なんか今の何が正しい手続きなんですかっていう質問が面白いなって思ったんですけど、正しいって何だろう。ありがとうございます。なんかただ何が正しい手続きかってあんまりないんじゃないかなと思って、なんか今やってる手続きがもし間違ってたらるっていうことは、みんながこれおかしいなって思うことであって、そのなんか声が大きかったらそれは正しくないねってなるし、正しかったらそのまま続行みたいな感じで、なんかでなんかその正しい、本当正しくないなって思う手続きがだったとしても、なんかみんなが黙ってたらそのままそのやるわけだし、それが正しいみたいな、なんとなくその黙ってるうちにみんなもそれが正しいって思ってきたりとかすると思うんですよ、みたいな。なんかさっきのその責任をなんか傍観してるみたいなのとかともなんかつながってくるなと思って、なんか面白いなって思ってました。
なんだろうな。正しいか正しくか手続き上は多分問題はないですよね。多分衆議院でやってとか、うん、問題ない手続き。手続き、うん、なんかさやり方自体は多分汚いんですよ。汚いのは汚い汚くないは分からないから、うん、からない汚く感じちゃう、うんうん、とは確かにある、うん、でもその確かにじゃあ本当に真の正しさって何なのって言った時に何なんだろうっていうような、うんまあ、もちろんね、今後ね、至極平和な社会が実現されたときにね、そうだね、一応、それこそ代議制で一応選挙して、選ばれて、選ばれた人が通してっていう話とか、まあ、問題はなさそうに、それだけ聞いたら、ただ、なんか、ただなんかっていう。ただなんか、なるほどな、ただなんか、ただなんか感ってあるんですか、そうなんか。あるただなんかかただなんかていうかなんか普通に昨日家族で飯食いながら話してて母親は結構その法案と反対なタイプの人間で、うん、なんか言ってたのが面白くてっつうかうんと思ったんだけどいやこれ日本国民が悪いよみたいなそもそもだって投票しちゃったんだもんその人たち、うん自民党勝たしちゃったんだから、それは自民党も僕らその私たちの立場から見た視点からしてはすごい悪い人たちだけど、そもそもそれを勝たしちゃった国民が悪いよって言ってたのがすごい印象的。なるほどね。なんか逆になんかなってなさせちゃったのも僕らなのかなっていう。そうかかな。やっぱみんなそれで選んで一応そういう法案が可決する、うん、俺らの意見を組んでくれるって人を選んでくれる、うんうん、選んでるわけじゃない、うん、でもみんな反対ってなってるわけ、うんうんうん、それ何かしらあるのかなと。そのさっき言ったみたいに時間かけてないとか、うん、何かしらあるのかなとは思うけど、うん、確かに選んでる。どうすか？いや、むずいわ。あのこれむずいってむずくなくないですか？むずい。いや、その、てかもうゴールはないじゃん。この、うん、要はさ、うん、今の手続きの良し悪しを決める本当の理由は見えなくなってるわけだから、うん、見えないわけだ。うん、だからそこについてもうこう語るにはいやもう直接話聞きに行く以外ないのよ、うん、俺らがいくら語ったってこんなの空想上の議論でしかないから、うん、でそれでなんか盛り上がって反対だになっていくのか、うん、やっぱ賛成かもってなっていくのかもう知ったこっちゃないの、うん、知ったこっちゃないのって言っちゃダメだけど、うん、だからそんなの直接聞かないと分かんないし本当にそこに、うん、そこに自分が手を加えてそこに本当に自分が納得する生き方をしていきたいんだったら政治家になれって思うのよ、うん、それにねうん、自分がそんなに着手したい問題だもんだったらめっちゃ勉強しろよみたいな、うん、東大入ってガチガチの法学部でもガチガチのキャリアでガチガチにやれよみたいな俺の中でねそれぐらい信念持って変えたいんだったらいいけどなんか俺の中まあなんか要は俺の中で要は答えが見えないからって言って議論楽しく盛り上がるのはなんかあまり気に食わない気に食わないっていうか、 なんか僕はあまりしないんだけどまあそうしないんだけどなんかでもそのね難しいねそのまあだからといって一部だから なんていうの、うん、あれね、うん、あれ、うん、あんまなどういやでも私は気になるのは、うん、いや違うなんかさそれぞれいろいろ多分あるじゃん、うん、変だなと思ったり、うん、遠いなと思ったりいろいろあると思うけどなんかさデモの現場に行くってね私はその採決の日のデモの映像をテレビのニュースで見てなんかちょっと虚しくなった、うん、それ見てて映像を見てて、うんうんうん、あの、うん、さっきの最初のやつすごくで多分あそこ映し出してたのはすごいたくさん人がいるように見えるけどあれ引いたらそんなにでもないのかなとか考えたのと、うん、あとはあの麻生さんがその次の日のニュースであんなもんかみたいなこと言ってたの、うんうんうん、なんか少ないし
なんかそんな大したことないですよみたいな、前のデモってそう、もうちょっとなんかすごいもんだと思ってたけどそんなもんかっていうのと、あとはなんか省庁とかにかかってきた電話の数も大したことないですよみたいな、100、200ぐらいですよみたいな言ってて、だから結局本当に反対してるのみんなみたいなことを言ってたの、うん、いやいやいや、そうね、うんうんうん、言ってたのね。でもさ、でも行くじゃん。でも、うん、やっぱそれで新聞とかは声を上げる続けるっていうタイトルでバーンって見出し出たりとかするし、だから何かしらやっぱりさ、その行動するっていうことが伝わるんだことだとは思うけど、私はなんか画面を見てすごい虚しかったね、うん、言葉がこぼれてるような気がちょっとしたっていうか、したの、シャットアウトされてるような感じがしたから。でも行くじゃん、そのデモにみんなで。その動機をちょっと教えてほしいです。動機っていうか、今は動機で、うん、なんかシリーズに、あの、その団体にいるとこととか、行くっていうこと。うん、でも今聞いてて、僕はあの強行採決された日の夜行ったんですね、国会の。僕も虚しかったです。あ、本当に？うん、正直言って、僕去年多分、まあ、ゆきこさんも、まあ、同じように。あの一緒に現場に行ってた人だったんですけど、なんか僕たちじゃあ僕は去年からそのデモに行ったりとかしてて、ある種その結構そのなんか明るく感じたんですよ、それ自体、うん、なんか今まで若者政治無関心みたいな言ってて言われてるじゃないですか、僕たちって。だけどなんか街中に渋谷で声上げてたりとか、うん、国会呼べば、まあ、2000人ぐらい学生が来たりとか、うん、視点を見てると、なんかすごい自分はこの社会まだまだなんか若者頑張っていけるぞみたいな、うん、自分たちで声を上げられるぞっていうような、うん、声を上げるっていうのは怒りとかじゃなくて、そのさっき言った無関心じゃなくて、うん、関心持ってるんだっていうことをその、うん、明確にできるっていうか、うん、参加してるっていうような感覚を持てるなと思ってたんですけど、強行採決の日は正直言って僕現場にいて疲れちゃって、うん、なぜかって言ったらすごいやっぱ怒りを感じたんです、うん、なんかもう、もう正直言ってなんかもう頭が痛くなっちゃって、うん、ついにずっと希望があるように思ったからやっぱ現場に行って参加したいっていうふうに言ったんですけど、その日は正直言ってなんか心苦しくて、うん、こんなに、まあ、実何人集まってたのかぶっちゃけよく分かんないんですけど、うん、とにかくまあ道が通れないぐらいとか、うん、横断歩道渡れないぐらい人が集まってて、うん、で警察ともこう睨み合うような感じだったりとか、子、うん、連れのお母さんとかがマイクとかこういうなんかこうあるじゃないですか、トラメガーって運動会とかやって、うん、子供を背負いながらなんかもう涙流しながら行ってたりとかしてるのを見てて、なんかずっとなんかこの先明るいなみたいな感じで参加してたのが急になんかこうひっくり返ったっていうか、その場にいてなんかそういう状況があって、なんか言葉がこう詰まるというか、うん、うん、だから結構その映像を見て思ったっていうか、すごい同感なんですけど、うん、ああ、ああ、なんか、そうですね。で昼間は結構高齢の方がいて、うん、まあすごい平穏そうな感じはあるんですけど、うん、夜の8時ぐらいがすごいピークで、うん、なるほどね。なんだかな。ルシャン。いやなんか、いやうん、いやなるほど、いやなんかそのやべやべっちの、うん、うん、まあ希望がみたいな。うん、なるほどね。いやなんか、うん、いや僕冷めてるな。いやわかんないです多分。デモ自体の多分既存のイメージ、ゆっこさんとかどうですか？僕は分かんないです。学生のデモだからそういう風に感じたかもしれないし、うん、国際圏こういう高齢の方がいるデモにも足を運んでるんですけど、あんまりそういうの気にならなくなったっていうのもあるかもしれないですけど、実際どうですか？え、なんか学生のデモとかだと希望を感じる、感じるって、まあ学生に限らないけど、あ、いやもうね、てかね、これきついな。疲れますよね、多分。いや、なんか
バイアスがかかる。なるほどね。いや、うん、でもなんか一昨日くらいに1回前行った時すごい感動した。学生が主催でデモはそこでやってて、でなんか強行採決されたけど諦めないで反対し続けるし廃案にするっていうことを学生が大声で言ってて感動しました。なんかその当日はなんか悲しい感じだったんですよね。わかんないです。僕が感じたからここはどうかわかんないですけど、うん、なんかやっぱ明るい、うん、希望を持ってる人たちがやってるデモだったら、え、デモ行ったことあります？ないです。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 え、なんか、え、意外と楽しくないですか？僕は楽しかったです。それなぜ？なんか、楽しさを求めることなの、デモって。多分、楽しさ求める。楽しさじゃないでしょ。いや、どうなの？あ、わかんない。俺、うん、どうなの？結構これ僕1年間参加してずっと言われてることで、いいですか一緒に。どうぞどうぞ。多分そもそも僕たちその政治に対して参加しているかしてないかって言ったら、うん、参加してないんですよ、うん、議論もあんまりしないですし、こういう話す場って意外に身近にありそうでない中で、うんうん、これは僕の持論です完全に、うん、どういうなその学術的なとかうんぬんなくて、うん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 、でなった時に僕はやっぱ政治っていうのはすごく身近なものにしたいっていうか、うん、身近なものであってほしいっていう感じがあるんですね、うんうん、でもその身近に感じられない一つの要因っていうのは僕たちがその楽しさとかそういうのってあるときにポジティブに感じられるか感じられないかだと思うんですよ。でネガティブなものっていうのはやっぱ目を塞ぎたくなるんですね、うん、多分さっきの僕怒りのあるデモとか僕もあんまり疲れちゃうし見たくないし、友達の喧嘩してるとかもなんか嫌じゃないですか。なんか見たくないじゃないですか。そうかね。わかんないです。僕の感じ。僕は見るけどね。見る中に入りたいけどね。で、僕多分その学生のデモがもうそのゆっこさんに言ってたポジティブで明るい楽しく感じるっていうのは多分すごい僕はいいことだと思ってて、楽しいからそこに参加する。参加するまず自分のきっかけができると思うんですよ。それはなぜかって言ったら僕たち普通に消費してるじゃないですか社会の中で、服買って好きな服買って好きな音楽を聴いて好きなご飯食べて友達と映画見に行ったりとか、そういう感覚でまず参加してる。僕わかんないです。僕1年間この団体とかにいろいろ関わったりとかしてる中でそのデモ自身がどうこうって前に参加できるきっかけがあったから参加してるんですね。でその中で自分たちとその政治について何なのかなって考えるそのきっかけがまたできたりとか、うん、その中でこうどう学んだかとか振り返ったりとかできる、うん、でもそもそもそのきっかけがない中だとなんか、うん、うんってなる。そういう意味で僕は別に楽しさはあっていいと思うんですよ。なるほどね。消費できるから参加できる。いや入りとしてはいいんじゃない。何事もで、うん、ワークショップとか、うん、そうですね何でも楽しさで入るのはいいと思う。で実際そのデモでそのなんていうんですかね、うん、多分反対の主張で多分まあ怒りにつながりやすいんですけど、うん、そこでその楽しくそれをやるべきなのかどうかって言ったら正直僕もまだ分かんないです、うん、ただ楽しい方が僕はその場に居続けて声を上げ続けることは自分の中ではできると思うし、楽しいから友達も誘いやすい、一緒にあそこ行こうっていう、うん、でも行こうよっていうのがきっかけ論になっちゃうんですけど、うん、じゃあその中でじゃあ反対の仕方がその楽しさで求めていいのかって言ったら正直難しいんですけど、多分これはいろいろそのデモの現場で言われていて、やっぱお年寄りの方から言われるんですよ。僕たち前渋谷でやった時ラップの音楽を流しながらやってたんですね、うん、でもでツイッターとかだとラップデモしてんじゃねえよとか言われるんですよ。おじさんとかからこう英語のコールじゃ分かんないからもっと真面目にやれと、うんうんうん、学生なのからもっと議論して真面目にやれってずっと言われててですね、うん、でもなんか参加してて思うのはじゃあ真面目にやってたら誰が来たのっていう感じなんですよ。数がいっぱいいるっていうような可視化もできなかったかもしれないし、
こういうことが起きているっていう気づく世論もできなかったかもしれないし、うん、そういうような空気感を作るっていうのはある種そういうポジティブを見せるっていうのは僕はある種その希望を感じられるというか、一昨日のデモでもずっと怒りがあった中で、うん、学生がもう自分の好きなやり方でコールをしてたんですよ、うんうん、そのもう何ですか、英語好きな人は英語のコールやったりとか、うん、ラップ好きなやつはもうラップのやり方で、俺はラップのカルチャーなんだみたいな、多分みんなそれぞれ自分のカルチャーとかやりたいこととかあって、それをある種表現する場所であっていいのかな、うんうん、そういう意味で楽しいとかポジティブっていうのはあっていいものだと僕は思う。いや、ああなるほどね、うん、ああよく、うん、なるほどって感じです。いやいや、なるほどね、なるほどね、なるほどね、まあ、うん、なるほどね。え、仮になんだけどさ、あ、大丈夫、え、そのヤベッチがその魅力を感じて行ったデモが、まあ、反対だったデモだったんだよね。仮にその賛成のデモで楽しそうだった、楽しそうに見えてたらどうしてたと思う？なんかこの混乱してるの、うん、多分その前にでもどっちに主張を持つかっていうのは多分自分の中にあったんで、うん、ただその賛成派の方々が楽しそうにデモやってるとしたら、うん、賛成派の人たちももしかしたらそこに行ってくるかもしれないんですけど、うん、現状、うん、なんていうんですか、賛成派の人たちのデモは正直言って既存 の, そのデモのイメージとあんま変わらないというか、うん、旗がいっぱい振ってあって、うんうん、反対の方が楽しそうに見えたもんね。まあ、まあ、ぶっちゃけ、まあ、なんていうんですかね、まあ、表面で見たらそうかもしれない。あ、時間が来てる。どうですか、私が思ったのはやっぱりデモ、なんか政治への関わり方って難しいけど、うん、うん、デモって結構簡単だと思うんですよ。行くだけじゃないですか、うん、その場に、なんか例えば安保法案反対とか原発やめたいとか、まあ、賛成でもいいですけど、何かしら政治が動かしている問題について何か思った時に、それをどうやって訴えるっていうか表に出したらいいかって時に、うん、なかなか効果的な方法ってないと思うんですよ、うん、その中でデモは、まあ、とりあえずその場所に行けば、うん、そこに人が集まった数で意思が表示される、自分が行けば自分、少なくとも自分の意思はちょっとは、うん、表示されるじゃないですか、うん、その点はデモの利点だなって思ってて、うん、で、なんだろう、確かにね、そう、気持ちいいもんね、表現できて、はい、そう、それで、はい、あれ、忘れちゃった、どうなんだっけ、うん、なるほどね、とりあえずそんな感じで30分になっちゃったねどうしようかな、どうします、僕的には続けてもいいんだけど、うん、全然いい、みんな的には終電があれだったら、あ、そうか、まあ、言いたいことはちゃんと言って、うん、残ってた方がいいと思って、終電前ね、まあそれはあります。あ、思い出した、はい、いいですか、すいません、あとデモのことでまたあれなんですけど、あのなんかその虚しく感じたりとか、なんかやっても意味ないんじゃないかとかっていうのすごいあると思うんですよ。まあでも長い目で見たら何ですかね、私的には全然意味なくないというか、なんか原発の時とかは学生がなんで国会前とか官邸前とかで主催してデモやってることなんてなかったし、うん、今やってんの学生で、それだけですごいなって思うし、うん、でしかもその学生たちがやってたデモの数も最初300人とか400人とかから始まって、それ結構秘密保護法とかからやってて、その同じ人たちが今回安保法案のデモをやってて、で2000人とか、安保法案だったら何万人とかだっけ、人数の推移、人数集まった人数聞いたら6万6万
で数はなんかすごい増えてるし、なんか香港の雨傘革命のデモあったじゃないですか、分かんないですか、うん、黄色い傘、台湾、あ、台湾、いや、台湾はひまわり、香港のあれで結局選挙制度が変わることになったんですよね、うん、デモが盛んになって変わることになったんですけど、あれってなんか最初人数少なかったらしいんですよ、デモやってる人たち、なんかそれも学生主導でやってたんですけど、でもなんかある時になんか警官隊みたいのがなんか催涙弾かなんかをポンって投げて、それになんかデモ隊の人が非暴力でなんか傘でこう身を守ったっていう、バッて広げて、なんかそこその瞬間になんか周りの人がすっごい一気に共感して、信じられないくらい一気に数が増えたっていう、なんかそのちょっとしたきっかけでとかあったんで、なんかこれからどうなるかは分かんないから、うん、悲観的にならなくてもいいとか、別に楽しくポジティブにやっていいんじゃないかなっていうのは思いました、うんうん、はい、はい、なるほどね、大丈夫ですか、充電大丈夫ああ、いや、そういう感じなんだけどでも最初ヤマメ、なんかでも、切るね、うん、言ってたのとなんかリンクしてる気がしますけど、ね、その話なんか表層的にちょっとやっぱ手持って見えちゃうっていうのとか、うん、関わり方がそれとは違うな、手もじゃないなと思ってる人は入れない、うん、多分関わり方がいまいちわかんないっていう、デモに参加しない人ってでもなんとなく思ってるけど、でもちょっと表層的に見えちゃうっていうのはちょっとなんか話が似てる気がする、うん、なるほどね、なんかもうちょっとある気がするな、なんどっからき、メール読みますか、メールちょっといっぱい来ちゃってるんですよね、あ、そうなんですか、いっぱい来ちゃってて、ちょっとで全部論点が散っちゃってるんですよね、これで読んじゃうと多分読んじゃう、読んだ方がいいですよね、読んじゃうとちょっと終わっちゃいますけど、まあ一ついきます、はい、ケーシーです、はい、ヘルメさんお疲れ様です、ケイシーです、今週に限らず途切れ途切れ聞いてますよ笑い、問いかけてみたいことが一応一つあって、政治は自分事ですか、自分事になっている人はいつからそう感じるようになったのでしょうか、自分事になっていない人はいつしたいと感じますか、うん、みたいなことが気になります、うん、今回の安保法案もと云々に限らず選挙などの話になるとそのことを問いかけてみたくなる自分がいます、うん、話の流れ的には何かつながりがあるそうであれば問いかけてみてほしいですって言われて、まあ、自分事なら、どういうふうにどういう時感じるかとかなってみたい人はっていう話ですね。でもう一個が、肝っ玉川さんから、戦争したい人なんて世界中一人もいないというのは違うかも、あ、多分竹内さん、自分は行きたくないにしても戦争が起きてくれると儲かる軍事産業に関わる多くの人々がいます、そしてその軍事産業会社からリベートを受ける多くの政治家は戦争を起こしたがります、うん、なので日本が軍備を増やすことで儲かる多くの人々が今回の法制に参加していると思います、うんうん、次だ、ダイヤモさんから、理解の不足、安倍首相はしばしば国民の理解を得られていないと表現していますが、なんだか理解を得られたら賛成するはずという前提の認識なので自分はそこに違和感を覚えます、うん、法案の内容を理解した上で反対するという視点が欠けていると思います、うん、賛成するはずという、やっぴろんさん、もう一つ安保のこれ元、うん、安保のバランス、これちょっとの残ったのがあったらこれ後で今話す、全部とりあえず読んじゃいますよ、うん、やっぴろんさん、安保のバランス、今日はなかなか興味深い企画で期待してます、見てみよう、期待して見てます、まきまきさん提案ありがとう、デモクラ機構も見てますよ本当ですか、はい、さて60年安保のアンバランスについてはいろいろな考えがあって、ここは深く調べると本当にアンバランスなのかどうかにも諸説あるのが分かると思いますよ、で個人的にはさっきの矢部さんやまきまきの意見が大切だと思っていて、今回の法案を決めていくプロセスがもう大問題なんだろうかなと、要は法治国家であることで世界にも国内にも信用を作り上げている日本って国のはずなのに、
法治国家であることで世界にも国内にも信用を作り上げている日本という国なのはずなのに、現政権は憲法を無理にねじ曲げまくって今回の法案を通そうとしていることではないかな、うん、法律を守らない政権ってどんな暴走を始めて自分の仲間たちだけの利権のために自衛官や国民を利用し始めても止められないし、もしかして国民の命に関わりそうなことを本来の憲法的な手続きが踏まないこと自体がまずそうなわけで、政権の胸先三寸で自衛隊員や国民の命を勝手に売り渡されてもなみたいなのが今回の反対の売りになっているのかもしれないのかなと。なので現時点の一番の注目点はそんな怪しげなプロセスで重要そうな法案を通そうとしている今の政権のこと、みんな信用できますかってことじゃないかな。で今日の参加者の皆さんは今の政権のことを信用できますかという話ですね。これむずいな。あれ、あ、なんかありますか。ありがとうございます。なんか多分40分か50分前ぐらいに言ってたその9条があるから安倍がうまく思い通りにいかなくなってるし、逆に9条があるからその通した時にその手続きがうんぬんとかっていう意見だから、何そのおかしいっていう風になってるんじゃないかなって、うん、ヘルメがそんなニュアンスなこと言ってたと思うんだけど、なんか結構その通りだと思って。でもそれは9条が邪魔だっていうのか、邪魔なのか、9条があるからおかしいっていう論点は全然別だと思うの、うん、全然邪魔だと思わないし、僕は逆にそれは譲れない、うん、まあ、あれだと思うんだよ、うん、解釈飛び越えちょっとあれだな。なんか、あ、僕的にスタンスだけ言っておきたいのは、スタンスっていうか、まあスタンスだね、僕のスタンスを言っておきたいなと思っていて、まあその憲法云々法令云々はもう正直本当にわからない、うん、で本当にもうさっきも言ったけど、やりてえならそれ本当に話し合って本当に考えて本当に自分の思い通りというか自分が納得する形でやりてえなら、あの政治家になれって言ってるのね。俺は何だろう、あの俺がなんか疑問なのはなんて言うんだろうな、あ、まあ俺のスタンスだね。で、まあ若者を見てるか分かんないけど、あの若者に言いたいのは、本当6万人あのね、でもあのアホかって思うところまではまあ正直いかないけど、あの6万人も政治家に本当になりたいと思ってんのっていうのが俺の疑問なのね、うん、あの心配なの単純に、あなたたちがっていう僕の中でデモをしてる人だ、いや、うん、本当にやりたいのって、お前本当に自分の人生有限だけどそれやりたいのって言いたいのね、うん、お前本当にやりたいんだったらいいよ、やれよ。ただ自己表現で表層的なその時の感情を高ぶらせたり、そういうなんかね、もうね、チープなことをそういう理由でやってんだったらやめて、ちょっともうちょっと自分の存在に耐え忍んで生きた方がいいんじゃないのっていうのがね、まあ、僕は思ってるのね、うん、で政治の関わり方分かんないからそこで自己表現してますって言うんだったら、いや、まあいいけど、俺はそれより大学にいるんだったら学問が一番今自分がアクセスできるリソースなんだから、そこのリソース使って自分が本当に何やりたいのかってことを突き詰めてるやつの方がすげえかっこいいと思うし、まあそれがダメなんだったらまあやめてさ、要は起業するんだったらなんかまあ起業しててもいいんだけど、なんか、まあ、なんか、まあ、そういう自己表現を僕はしてほしいなっていうふうに、まあ、個人的にはね、僕のスタンスとしては、だから、まあ、アホだなとか、まあ、いや、なんか、アホだなとかまではいかないけど、でもやりたいなら、まあ、やってればいいけど、あんたってちょっと心配だなっていう。だって、どうせ大学辞めて、就職しないといけないとか言って、親に就職も勧められてる、周りも就職するから、だから就職しないといけないって言って、結局仕事するんでしょ。いや、結局、働くんじゃないのって、え、ずっと、でもやんのっていう話じゃない。いや、デモっていうのは、僕ちょっとそこに言いたくて、デモっていうのは仕事じゃないです。デモっていうのは、その政治に参加する一つの手段であって、目的じゃないんですよ。ああ、いや、分かる分かる。で、デモってそれ自分で作った方法じゃないでしょ。自分で作った方法 であの政治に参加しろよって言ってんの、俺は。例えばさ、なんだ、要は、保育園が少ない。お母さんたちが困ってる。うん、
で別に政治家になってそういう法案を作るのはいいよ、お母さんたちを補助する。でもそうじゃない NPO とかさ、いろんなやり方で起業してさ、お母さんたち助ける人たちがいるでしょ。ああいう人たち自分で立ち上げてね、ここのことは法もやらないし、法案決めるんだったら時間がかかるし、いろんな合意をいろんな手続きを丁寧に取らないといけない。そんなの待ってられない。今困ってる人たちが私の目の前にもいるの。だから私がやるしかないっつってすぐ立ち上げんだと、僕それ政治参加だと思うよ。両方やればいいと思うんですよ。デモにいる人たちは学者もいます。いや、分かる分かる分かる。政治家もいますし、あのニートフリーターからもういろんな人がいます、うん、で学生でもさっき言った東大で政治家になりたいやつがどうだっていうとこも、政治家になりたいやつもいます、うん、実際に。でそんなのぶっちゃけどうでもいいんですよね。であそこのデモっていうのは、で何かなんでどうでもいいの。そんな目的っていうのはみんな個々にあるんで、デモっていうものそのもの自体でそれをどうかっていう判断する軸っていうのは別の話になるんですよ。デモっていうのはあの日本の憲法の立憲主義って捉えた時に、国の主権は誰にあるのかって言ったら国民一人一人にあるんですね。でまずそれが前提です。で国民一人一人にあるってことは、権力者に対して言うことを聞かせていけるっていう、まず権利があるんですね。なるほどね。でそこでデモに参加するってことは、全員がまずそれをできているっていう、まあ、実感じゃなくてそれ行動なんですよ。それ一つの、それがまず政治参加として確かなんです。直接民主主義っていう行いで実際やってるんですね。で、まあ、確かにその政治家に勉強してガリガリで勉強してっていうやつらも今実際に出てて、東大全額なんたらうんてるとか、まあ、いろいろわちゃわちゃしてるんですけど、うん、まあそれとそれはもう本当別に一緒にやればいいじゃんってよく言われるんですよ。政治家にだからデモ行くなら投票ちゃんとしろと、考えろと、それと全く同じロジックであって、じゃあ両方やってるわと、両方やればいいじゃん。で政治家になりたいなら政治家やればいいじゃん。政治家とじゃでも両方やればいいじゃん、うんうん、という部分だと思うんですね、僕自身。なるほどなるほどなるほど。おおお、いいねいいね。ごめんいいねいいねって感じで。いや、そうね。いや、そのなるほど、ね、あ、いいや、ちょっといや、痛かった。まあ、だから前提がまた違うんだな。なるほどね。あの、政治参加ね。多分それ さっきのあれじゃないですか。あの一つ目のメールで来てた、皆さんどういうところで政治関心持ちましたかって、多分そこの気分は ある程度気にするんですよ。僕自身そのつなげると、別にデモじゃなくて、最初参議院選挙だったんですよ、2013年の。で三宅洋平っていうなんか痛いだ俺もあそこに、俺の誕生日にできた、あの怒ったことだから、ね、でもあれがやっぱきっかけなんですよね、うん、参加していいんだって、ね、それがあったから僕そこから都知事選で家入一馬のボランティアやったりとか、そういう軸でちょっとなんか身近にその政治を感じられるって場所で、実際にそのダイレクトに政治に携われる場所に行ってるとかしてて、結構それがなんかあるかもしれないですね。どうですか、うん、山根さん。そうだな、関心持ったタイミングね、わかんない。でも関心持ったっていうか、どういうスタンスなの。俺はやっぱ、俺はそれでもやっぱね、デモはちげえなと思ってんだよね。いや、わかんないけど、てかそもそも政治に参加するの基本的な行為って、まず選挙に出ることかなと思って、僕多分二十歳の最初の選挙でなんか、あ、いいなと思って、その選挙のためにわ全然候補のこと調べてなかったとか言っていちいち反省したりとか、気づいたらその日の夕方投票日だっていうのに気づいて、わ全然投票行けてなかった、しまったって後悔するとあの選挙の日もあったし、なんか今多分その選挙に向け、次あるであろう選挙、あ、次、そうだ、柏市議会議員選挙があるんですよ。でそれに向けてちょっと勉強したいなと思ってて、でなんかちょっとあの立候補者に来てもらえるようななんか場作りしたいなとかってちょっと企んでたりとかしてたりとかしてて、なんだろうね、なんの話だっけ。なんかあのそういう場を作れる、うん、参加できる、なんか、うん、なんか基本選挙なのかなっていう。で僕もなんかそのデモってあの主張はいいんだけど、なんか今のそのヘルメとあのヤベッチの意見のぶつかり合いがすごい僕なんか魅力的に見えて、うん、まあまあ、うん、てかなんだろう、は反対に集約されちゃってる感があるんですよ、そのデモに。なんでお前は反対なのって聞きたいじゃん。
なんで反対なのって聞いたらさ、今矢部っちがどう思っててここまで来たのかっていうのが見えたし、なんかであれすごい、僕はあの場はすごい不毛に見えたし、なんか、うん、あの採決の時にあのプラカード持って反対しか言ってなかった、あの野党のあの行為が僕が一番世の中で、あのここ最近の中で一番世界記録だよね、不毛さん。世界記録だと思う。あ、やめろって言ってる。なんか高校なんかやってた。で、今度蓮舫が地元に来るらしいから、ちょっとそこはどうなんですかって聞いて、聞きたいんだよ。明日だ。明日？そう、そう、なんか、うん、なんか、うん。まあ、うん、まあ、パフォーマンス、あれはファッション、ファッションでしょ。で、ああやってやって、私はあの場でああいう風に反対してたでしょって、超カメラ目線でカメラ気にしてたじゃん。やめろって言ってたでしょ。殴って止めろよと思ったけどね、本当に止めたいならね、うん、でだってそういう法案が通されるんでしょ、なんか嫌なことされたら殴っていいっていう、わかんないけど、うん、極端に言えばね、で火事も戦争も一緒でしょみたいなさ、あ、なんか、うん、だそこって殴んないんだと思っちゃったけど、なんか殴ればいいのにと思って、それだって殴っていいのが通るんだから、うん、おらこれでいいんだろうって、これを止めようとしてんだお前ら、これを加熱しようとしてんだってで止めないんだったら茶番だなっていう、いやいやでももう茶番だと思ったけど、ね、だから6万人集まってて俺なんかバッコバコぶっ壊してほしいけどね、国会本当に止めたいな、それもしないんだったら、だから何やってんだろうなって思う、あ、本当にだから自分が表現されるところで満足、本当に変えたいんじゃないんだよ、いやなんかって思っちゃうんだよ、うん、なんか届いてないよね、両方とも、なんかそうだね、両方落ちてる気が、私はね、したんだけど、でもね、あれなんだって、んちょっと話があれだけど、台湾のひまわり革命あったじゃん、見たね、取材したあの時さ、うん、あの最前線立てた学生とね、スカイプで話したことがあって、あ、分かる、ちょっとまたね、25歳になったら、ね、習い事を5つしようというコーナーで、うん、もじゃしありがとう、うん、大丈夫、ありがとう、もうやばい、やばいみんなやばいよね、そうだよね、もうこんな時間だから、やべちいいな、暑いね、やっぱ ね、 ね、ありがとう、なってしちゃって、またいや、いいよ、またやべちやろうよ、あ、これは完全にやる気もない、いや、なんかね、あ、そうそう、やべち、なんかちょっとね、ちょ過去の見せる、なんか僕もあの、いや、でも反対なんだけど反対っていうのはさ、多分前提が違うなっていうのが、あ、これ最初あります、あります、で、何の前提が違うかというと、社会の最高形態が国家だと俺思ってないの、うんうん、要は人間の集団が全員というか、人間の集団がよりよく生きていく、僕いや、僕もう過去 の本草でも語ってるんだけど過去の本草でも語ってるんだけど、そもそも人間が集団としてよりよく生きていくために、最高の形態が国家という単位なのかどうかってことを俺疑っていきたいので、国家だからこそ小選挙区制度とか法律とか憲法とか、あの様々なものが必要になるのね、うん、だけどじゃあで今もうだって先進国って全部国家でしょ、だからみんな暗黙の了解、あ、全く疑いもせず国家が社会の最高形態だと思ってるかもしれないけど、本当にみんながよりよく生きていくために必要な社会の単位って国家なのかって、廃藩置県の前っていう可能性はあり得るんじゃないかっていう、まあ閉じることによって悪いことが起きるけど、こんなに今テクノロジーとソーシャルネットワークが広がった時に閉じられるのかっていうことが起きた時に、国家じゃない形があり得るんじゃないのかっていうのは僕の根本的な思想にあるから、なんかただ現実としてかなり今かけ離れた現実が横行してるから、まあ、うん、だからまあ確かに全部必要だな、完全にまた混んでるっていうのは分かります、分かります、そうそうそう、いやそれは分かります、いや分かりますし、僕もちょっとなんか消えちゃったよ、そうそうそう、あ、これカメラ映ってますね、映像の終わりした、大丈夫大丈夫大丈夫、いやもう終電とか僕も分かりますよ、その本当そういう考え、その実際にその今の 現時点の社会が正しいのかどうかって言ったら分からないですよね、うん、で僕も育った環境と今の住んでる環境違うし、やっぱそういう部分で、うん、僕島に育ったんですね、小笠原ってとこで、うんうんうん、でクラスも8人で島も1600人の人口で、うん、そこと今大都会の東京と全く違うじゃないですか、うん、僕はどこにそのどういう社会になってほしいかって言ったら、自分が育った環境みたいなのになってほしいなっていう、ずっと理念があるんですよ、うん、ある種、うん、だから確かにその最高形態というのは、まあ、現状国家なのかって言ったら確かに違うかもしれないんですけど、諸島レベルかもしれない、小笠原そうなんですよ、島レベルみたいな村社会なのかもしれないんですけど、じゃあ現状今うん、見たところで何かって言ったら、結局国家っていうものが今現状、うん、あるじゃないですか、じゃあ今
その緊急事態的な感じに捉えているとしたら、じゃあどうするかって言ったら、なんかもうやるしかないっていうか、その行動するしかない。確かにその、まあ、それぞれ理念がそれ個人個人あるかもしれないんで、それに対して NPO を立ち上げるなりとか、起業するなりとか、まあ、学者になるなり、政治家になるなり、いろいろ手段はあると思うんですけど、まあ、それは、まあ、多分時間はちょっとはかかっちゃう。じゃあ今その何ですか、目の前でそのすぐできるアクションって何かなってやった時に、今自分はこういう活動をやってるみたいな感じが結構強いですね。多分ヘルメさんの言ってることすごい結構自分も分かるんですね。分かるんで、うん、いや違うだろうって感じではないんですけど、うん、ちなみにさ、うん、ソウルで確認しておきたいところがあるんだけど、あでもこういる、そうそう、ね、あちょっとソウルで確認しておきたいことがあるんだけど、うん、あのもしもこれ戦争法案可決するとするじゃん、うん、で、あ、戦争法案、間違えない、語弊が、語弊がありましたあの確認しておきたいことね、俺はソウルで確認しておきたいことね、うん、俺はあの、もういいよ、でもしてないじゃん、だからこれ安保行くとするじゃん、うん、でも本当に10年後、20年後その今のは、あの要は日本兵だった人たちがこれはもう戦争に向かってるとか、うん、まあ、みんな言ってるじゃん、いざ戦争に向かうと。でもさ、戦争に向かってる時に、まあじゃあ俺の子供、マキマキの子供、タケシの子供、山の子供、矢部慎の子供で、まあ俺自身かもしれない、もっと早かったら。でその時に俺はやっぱ行かないのよ、俺は行きたくない、戦争に行きたくない、うん、行きたくないよ、うん、絶対行きたくないよ、そんなの、うん、行きたくないよ。でその時に、でも上が言ってるからっつって俺を強制連行する人たちがいるかもしれないよ、うん、いや俺その時に6万人束になって動かねえって言えるかどうかだと思うんだよね。その時に言ってるから、で俺警察官になっちゃったから引っ張ってくよって、それじゃもうそういう、だから法案は決まったところで、決まったところで関係ねえよ、そこで繋がってんだらって思ってんだよ、俺はね、うん、分かる、分かる、分かる、すげえ。だって具体的に考えれば、戦争始まったっつって行かねえって言えばいいんだよ、行かねえって、絶対行かねえって、束になって、いや、したら行かないだろ、だって行けないんだもん、死んだって行かねえよってなれるかどうかっていう確認なんだけど、みんなはどう、行くわけねえじゃんいや、そしたらもう、ぶっちゃけ国籍変えたのに逃げる、ああ逃げるために、うん、それができないのであれば、もう行かないって断り続けて、それが国からこう罰を与えるかどうだろうが、俺は引っ張られそうになって、俺やべしん、殺すための道具にはなりたくないです、絶対、うん、それはもうずっとやっぱありますね。いや、そうそうそう、だから自分が逃げることもできるんだけど、子供とかマキさんとか、いや、だから逃げた時は俺は向こうに引っ張ろうとしても、俺は矢部ちゃんこっちに引っ張りたいのね、うん、それを体でできるかどうかだと思うね、口じゃなくて、ダメ、うん、ただ、ああいいだ、うん、ただ本当に自分の知り合い、友達、恋人、家族死ぬかもしんないってなったら俺分かんない、行くかもしんない、ああ何、あのこのままだったら殺されるかも、殺されるってなったら、うん、俺は前に立ちたい、最初のところでね、うん、こいつらまだ行かせるんじゃなくてって、こいつら死なせたくないと思ったら、うん、前に立つかもしんない、難しい、いやいい残し方するよいやいや、これ笑っちゃダメ、笑っちゃダメだけど、ちょっと笑っちゃ覚えないけど、客観的に見てる話じゃないけど、いやでもね、だからさ、終わりだけどさ、うん、いや自分なんだ、じいちゃんとかはそうやってきたわけだよ、そうだよ、ね、殺されるか、このままして欲しくない、そうなって欲しくない、踏ん張るかどうか、いやでもそういう意味でなんか今ほんと戦争やめてくださいって、なんかもうお願いじゃないけど言うのも一つの手段なのかもねうまくまとまった、いやもうね、あー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 あ